朝香高彦、または、高彦王は、日本の旧皇族、陸軍軍人、朝香宮鳩彦王の第一王子、1947年10月14日に、皇籍離脱、陸軍軍人として、皇族として、初めて操縦官を握った、四皇45期、陸大53、最終階級は、陸軍中佐、昭和天皇はいとこ、上皇は樹王位、 近城天皇は受鉄村にあたる。今期にて、大正元年10月8日午前5時5分、朝香宮鳩彦王と、同非常しない新郎の第一王子として、生を受ける。14日に高彦と命名、陸大卒業後航空陛下に同し、航空本部教育部部員、第51航空師団参謀等を務めた。戦後は、公職追放を経て、長高生として、東京大学で、 航空工学を学び、1952年には日本航空運航部に就職。この間、1950年に妻チカ子が自らの結核の回遊を願ってカルメル会に入りカトリック信者となったのを機に家族全員で受診。1952年ぐらいにチカ子が病死した後も経験なクリスチャンであり続け、75歳になってからも愛車の BMW で足しげく、 東京都世田谷区のカトリック、上野毛教会の早朝ミサに通う姿が、週刊読売1988年5月29日号に報じられた。朝日新聞1947年10月17日2面、官報第5822号、昭和21年6月13日、官報第2634号、助人及び、 事例1935年10月11日、官報第849号、除人及び、事例1929年10月28日、P672、官報第2043号、除人及び、事例1933年10月21日、P497、官報第4438号、付録、 事例2941年10月23日、官報第5048号、除任及び、事例1943年11月9日、P197 戦後、1947年父に、従い功績離脱、朝霞福祉となり、女子美術大学に学ぶ、皇太子妃の候補ともなった、旧森岡藩主南部家の南部都市久に嫁いで離婚、後、 日清政府に勤務する一般人と再婚し、二次を設けた。また、SF 同人誌、宇宙人に参加し、ペンネーム、美園風あるいは南部風名義で小説を発表した。同誌には、朝香徳子、南部徳子名義でカットを発表したこともある。2009年2月19日、心不全により67歳で死去。朝香、智彦。 東京芸術大学音楽学部でチェロを専攻した後、あと CBS ソニーに勤務、東京都庭園美術館館長特別顧問を務める、岐阜県美濃町で誕生したことから、美濃子と名付けられる、後に新生党ングの一般人と結婚し、三次を設ける、高飛行に関するカテゴリー、ありがとうございます。